デスクワークの皆さん、いいマッサージ機見つけました。はい、ということでですね、今回紹介するやつはですね、デスクワークをやってる方にぴったりなね、コンパクトな、マッサージ機になります。で、今回紹介するやつこちらです。はい。アテックス社の、マッサージクッション A4 っていうやつですね。こちらをですね、今回ちょっと手に入れましたので、早速ね、中身開封して、レビューしていきたいなっていうふうに思います。はい、じゃあね、早速開封していきます。これのやっぱいいところって、まあコンパクトのはそうなんだけど、名前にある通り A4 サイズみたいなんですよね。場所をね取らないで、かつ軽量だというね。で、はい、本体このね、一緒に A4 サイズの書類ケース、書類を立てる用のね、ケースがついてくれてるっていうね、これもちょっと、面白いところですよね。だからあのデスクに書類を一緒に並べてるところにこれをね置いておいて、マッサージ機を入れておけば全然目立たないし、まあわからないよね。あー、すごい、めっちゃコンパクト。手がほらこんな感じなので、手2つ分ぐらい、まあなんで A4 サイズなんでね、そういうもんですね。で、ここにマッサージ用の器具がついてますね。でね、これがね、親指型もみ玉っていうのかな、が入ってるみたいで、まあ親指でこう押すようなね感じのやつみたいですね。できる限りあの人の手に近づけた揉み心地を体感できるっていうことで、素晴らしいですね。ここに入れられる。ああ、本当だ。これなら職場に置いといても全然邪魔にならないですね。ここかな、電源はここ、アダプターをねここに挿して電源ポチッと押す感じですね。なんか手帳みたいですね。で、ちょっと説明書を読んでみましょう。はい、ということで、じゃあ早速ね、コンセント挿して、実際にねどんな感じなのか、試していきたいというふうに思います。あー、なるほどね。結構コンパクトなのにめちゃくちゃ力強いね。結構背もたれの方に、体重かけてるんですけど、うわ、強いわ。これいいね。結構強いというか、かなり強力だね。ちょっとこう持ち上げて、ここにこうやってもいいよね。こっちでもいいね。まあ腰も全然いいんだけど、ちょっと上げて気になるところに置いといて、こう挟んでる状態でやる分には結構いいね。しかもね、多分音もね全然気にならないし、静かですね。はい、まあこんな感じです。あー、これね、足もいいね。親指型のもみ玉っていうのかな、それがねちょうどいいサイズなんでしょうね。すげえ足も痛くもなくて、すげえ気持ちいいですね。で、これ本体をね、180度回転させることによって、その逆向きもねできるので、反対側の、もみほぐしになるので、交互に使っていけば、いいのかなというふうに思います。
はい、ということでね、今回は、アテックス社の、マッサージクッション A4 っていうのをね、レビューしてみました。でやっぱりね、軽量なんですけどかなりね、揉む力っていうのかなが、結構強いので、デスクワークをねする人に関してはかなり重宝するようなねアイテムなんじゃないかなっていうふうに思います。でね、こちらのね素材がねファブリック素材っていうらしいんですけど、ブラック、ホワイト、グレーっていうふうにありますね。なのでそこの、例えば会社のね椅子にね合わせて、購入してもいいのかなっていうふうに、その方がね、目立たないのでいいかもしれないですね。それと、あとねこれ嬉しいのが、まあ一応デスク用かなと思いつつも、別売りのねカーアダプターを購入すると車の中でもねシガーソケットを使って、マッサージしながら運転ができるっていうのもいいかなっていうふうに思います。あとはねこれね一旦、電源入れると、15分間回ってくれて、あとは自動で止まってくれるっていうふうになってます。なのでね、もうちょっと15分じゃ足りないよっていう時はもう一度ね電源をポチッと押せば、また15分使えるようになりますね。でね、ちょっとね、残念だったなっていうポイントも、ちょっと自分なりに挙げたいんですけど、まあ、最近って結構モバイルバッテリーとかでいろいろできたりするので、モバイルバッテリーでもできるといいなと思ったんですけど、結構強力なので、まあ、それをモバイルバッテリーではちょっと出せないかなっていうので、まあ、そこは、まあ、範囲内かなと思いますね。なのでね、もしよかったらね、こんだけ小さくて、腰とかね、あと足とか、あとふくらはぎとかもね、使えたりするので、デスクワークで結構長時間ね座ってる人に関してはこういったのをね検討してみてもいいかもしれないです。はい、ということでね、この動画が、良いと思いましたらグッドボタンと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。